どうも、目玉 YouTube チャンネルです。今回はですね、玉屋の乳酸菌ということでですね、ハリコの生存率アップ、玉屋メダカさん、ご存知ですかね。玉屋メダカさんはね、このように、YouTube のねチャンネルも持っております。玉屋メダカのチャンネルということで、玉ちゃん先生とね、呼ばれております。はい。そのね、玉屋さんがですね、今回メダカのサプリということで、玉屋の乳酸菌というね商品を、発売されましたね。まあ、あの箱の中を開けるとですね、こうやって玉屋の乳酸菌の、取扱説明書がね、書いております。はい。まあ、さらっとね読んでいくとね、乳酸菌はハリコだけでなくね、メダカの成長にも、効果を発揮してくれますよということを書いております。まあ、特にですね、ゾウリムシの培養とかですね、あと PSB の培養なんかが苦手な方に関しては、まあ、一定のね、効果は得られるんじゃないかなと思います。後ほどですね、その乳酸菌をね、まあ、パクパクしているメダカのね動画が撮れたので、その辺をねちょっと後半の方でですね、流していきたいというふうに思っております。またね、今購入キャンペーンをねやられてまして、玉屋の乳酸菌発売記念キャンペーンということでね、インスタグラムにて、玉屋の乳酸菌を使用している様子をアップしてくださいというね、スペシャルな期間がありますと。で、 MVP にはですね、乳酸菌5本とメダカライフ1冊、玉屋メダカオリジナルステッカーということですね。こちらも本当ね、楽しみな企画になっておりますのでね、ぜひぜひ、購入された方はね、こちらのねキャンペーンにも参加してですね、さらに5本ゲットしちゃいましょうというところでですね、まあ、乳酸菌ってなんでいいのかっていうところなんですけども、まあ、個人的な感想です。これは、個人的な感想としてはですね、まあ、乳酸菌っていうのはですね、前回、メディメダカっていうね、メダカのね餌を紹介した時にもですね、乳酸菌について少し触れたんですが、腸内環境をですね良くすることで、免疫機能をアップすると、そして病気にかかりにくい、体にしていく、または、餌食いをですね、良くする効果も期待できるということでですね、まあ、いろんなあのメダカの餌なんかにもね乳酸菌が、入っております。で、こちらのね、玉屋の乳酸菌に関しては一応 1g、4億個という乳酸菌が入ってますよということでね、取扱説明書の方に書かれております。それではですね、早速、このね玉屋の乳酸菌をメダカたちにあげるその瞬間をですね、見ていきましょう。はい。今回ですね、こちらの、まあ稚魚ですね、こちらの稚魚の方に、ワンプッシュしていきました。はい、今ワンプッシュされていますが、おそらくですね、霧吹きにすることで、まあ、容器の全体的にパーッと広がってくれるので、まあ、メダカちゃんたちもね、まんべんなく、乳酸菌をねパクパクしてくれるというところなんですが、もう少したらね、とあるねメダカちゃんがパク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 ってしていくので、あ、ここ、この子、この子、この子ですね、この子がねパク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 みたいな感じでね、何かをね食べてる、そんな状態ですね。まあ、何か浮いてるのかなと思うんですけども、まあ、玉屋さんのねインスタグラムの方でも、まあ、ワンプッシュした後にメダカがパク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 ってしてる様子が、アップされているのでですね、まあ、メダカちゃんもね水面にこうなんか霧吹きでね、プシュってなったら、あ、なんか餌来たかなっていう感じでパクパクパクってしてる、まあ、可能性もあるんですけども、まあ、ただね長時間パク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 ってしてるような感じと、あとなんかこうちょっと嬉しそうなね感じですよね。まあ、嬉しそうな感じですよねっていうのもね抽象的な、感想というか、評価なので分かりにくいんですが、結構ね霧吹きじゃなくて、例えばペットボトルのキャップなんかでまとめてあげると、なんかその周りをですねメダカちゃんたちがこうスイスイスイと泳いでいくので、やっぱ何かね、察してですねパクパクパクっと食べてるんじゃないかなっていうのが、個人的な感想です。で、まあ私なんかはですね結構面倒くさがりなので、まあペットボトル1本2本ね購入して、まあその指定の位置に置いて、維持していく管理していくっていうのをちょっと
まあ面倒なので、まあ、このようなね100均で売ってるようなスプレーボトルですね、まあ、透明で今回は行ったんですけども、まあ、100ミリとか200ミリとかでいう容量がありますので、こういうふうに、ね、詰め替えをして、まあ、あの張り子を育てているボックスの近くとか、まあ、稚魚を育てている、まあ、ボックスとかの近くにこうやって小分けにね置いておくことで、まあ、忘れないかなというところで、まあ、ちょっとね取りに行くのが面倒でちょっとやらなかったっていうこともね、まあ、もしかしたら皆さんあるかもしれないので、こういうふうにね小分けにしておけば、まあ、運用楽かなというところでですね、こういうやり方もありますよという紹介でした。はい、では今回はですね、玉屋さんの乳酸菌ですね、メダカのサプリということで、皆さんね気になってた商品かと思いますので、簡単ではありますが、動画にしてみました。まあこれでですね張り子の生存率が、まあ、かなりアップするっていうことになるとですね、メダカユーザーの方々にはね必須アイテムかもしれません。玉屋さんのね、情報に関しては概要欄の方に貼っておきますので、ぜひね気になる方は、こちらからね、メッセージなんか送ってみてください。まあ多分何もないと思いますけど、目玉 YouTube チャンネル見ましたと、書いていただければと思いますので、はい、皆さんのパクパク動画、インスタグラムもしくは何かのね SNS で確認できるの楽しみにしておりますので、まあ、ぜひね使ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録、グッドボタン、ベル設定よろしくお願いいたします。コメントお待ちしてます。